ああ入ってるね。入ってますかね。マイクはボリュームは問題なさそうですね。大丈夫かな。配信の方は始まってんのかな。始まってんのかな。始まってると嬉しいね。つうか、その URL マイクオッケーって書いてあるから、あ、始まってるね。宣伝が入ってる。宣伝が入っちゃったね。結局F5 押さないと反映されないから。ああ、そういうことね。そう。はい、始まってると。始まってますね。始まってますね。はい、じゃあおはようございます。おはようございます。おー、すごいね。いやー、集まりましたね、今回もね。じゃあ無事開催できました夏の風物詩のスーパーストツースーパーストリートファイター 2X3-on-3 大会 XS と、 XS としては第4回ですね。なるほど。はい、でまず自己紹介から。自己紹介ですね。あ、そうだ、失礼、はい、松です。おはようございます、よろしくお願いします。おー、主催の松さん。はい、やめて。主催でしょ。まあそうですね。で、本日も実況させていただきます、ジャイでございます、よろしくお願いします。はい、はい、お名前出た、名前出た。あ、本当だ、ね、名前出てる。すごいね。ジャイ。はい、で、まあ、簡単にあれですね、ルール、パンフレットにも書いてあるんですけども、その視聴者様の方にも分かっていただけるようにですね、まあ、3on3 大会で XS の32キャラから1人キャラエントリーしての、まあ、合気なしですね。でチーム内の同キャラは2体までという感じのでやってます。でスピードは1、2、3速選べるんですが、3速固定となってます。はい、固定です、はい、で各試合の前にじゃんけんして 1P か 2P かを選ぶ形になります、ね、重要。で先方の方、まあ、それは各試合ごとに毎回変えていいんですけども、先方のプレイヤーを各スタッフ担当、今回ですとピロシ君か利根川君、あ、中野君か、中野ですね、中野とセロテープ、セロテープと草君。セロテープだけ呼び捨てでしたね、まあ、あいつは普段ね、サマついてるからいいんじゃない。 そうですね、その4人の誰かしらが筐体必ず立っているので先方を必ず申告してください。で1人目以降のプレイヤーですねに関しては勝ってるプレイヤー当然座りっぱなしだと思うんですが、それがコンピューターのラウンド1を終わるまでに、まあ、スタートボタンを押していただいて、まあ、できればそのスタートボタンを押して以降そのキャラ選択をなるべく迅速にしてもらえればなと思います。打ち上げをね8時からやる予定となっているので、はい、何があっても8時までね終わんなきゃいけないんですよ。飲みたい早くということなので、皆さんのご協力が必須、はい、条件になってますのでよろしくお願いいたします。で一応ねその試合内 の特殊な汚れですね、たまたま今回そのゼロスリ勢の林真澄さん並びに青汁さんから指定のあった、 S キャラミスった時はどうなるんですかと。死亡です。失格でございます。失格でございます。負けでございます。でそれは S キャラだからというわけではなく、X キャラも自キャラ、さすがに自分のキャラ選ぶというね0回戦どころかもう 0.1 回戦ぐらい、そこはちゃんとやってほしいんですよ。そう、気持ちが焦ってスタートボタン連打すぎちゃったで、 1P 側だったら茶流、 2P 側だったら黄色い剣に関しては、うん、まあ、筐体係の裁量にも器量にもよりますけども、まあ、セーフとします。けど例えばガイル選ぼうとしてレバースブイチャーでダルシムとか隣のホークとかは死亡です。即座に席立って次 の3人目のプレイヤーですね。これ気をつけてね、決勝で。本当に気をつけてください。決勝対象戦でそれだったらマジ寒いからね、前代未聞だから、ね、そうですね。決勝戦ファイナルバウトやらずに終わりっていうのは寒いよ、ね、俺も実況のしようがないから、煽りようがないからね本当に。はい、一応シミュレーションしてるけど、はい、それは何度か改めて本戦始まる時 の1時半ですねの時にも改めて言いますが、本当にキャラ選択気をつけてくださいね。自キャラ、ね、の人によっては25年4分の1世紀そのキャラ選び続けてるはずなんだからそれミスっちゃやべえだろうということなので申し訳ないですけども失格となってしまいます。だから色ミスはもうそのままだよね。色ミスだからボタン間違って色間違ったんですけどは、うん、いやもうその色で頑張れと。ダメ今までは結構やり直しもあってたよね。そうですね、もうそれは今回どうしても巻きになるのでそうなしです。それとあとあれですね、まあ、去年これはね
S キャラだけ、S キャラとかですね、S ホンダだけになるんですけども、あ、フリーズ、そう、フリーズは仕掛けた方も食らった方もではなく、そう、仕掛けた側、要するに S ホンダ側が失格となります。意図で、意図的にであろうと意図的じゃなかろうと、まあ、止まった瞬間にですね、の画面端に近いところでの投げた後に中百レスをやらなければいいだけなので。あ、そうなんだね。そうですね、あの画面に引っかかって百レスじゃないんだ。あ、が投げ抜けされて画面端引っかかったので、あの画面端近いところはもう必ずサバを打ってくれ。じゃあ、あの S キャラ、S ホンダでやる人は必ず画面端を投げ抜けしましょう。そうですね、うん、ワンちゃん勝ちです確かに。ということで、それぐらいかな。あと、まあ、ダブル KO になった時にはね、そこら辺は、まあまあ、まずまずないと思うんですけどもね、やり直し、やり直し、やり直しみたいな感じになってくるので気をつけてください。やり直しなんですね。まあ、あとその都度、やり直しっていうか、あれですやん、その対象でダブル KO だった時には、その対象プレイヤー以外の、その先方か中堅プレイヤー同士みたいな感じでやり直し、途中は両者負け、そうですね、はいはい、な感じになります。な感じかな。あとその都度その都度、あの何かしらボタンレバー不具合あったらですね、あのその場ですいませんプラス、あのもう席立ってください、立って、あの万歳するなりなんなりアピールしてください。確かに。したら、あの筐体係も気づきまして、僕らも、あの、あ、明らかに何かしら不具合というのに気づけるので、あの半端に試合をやってその後に、あの言うんではなく、もう早急にアピってください。そんぐらいですね。はい、な感じでしょうかね。したら、当日予選4チーム、4チーム来ましたね。ということで、今回が合計52チーム、156人、ついに150人突破。大会やり続けて20年目にして150人突破。まあ、来年あたりにはね、もう1000人が突破そうですよね。多すぎじゃないさあ、ということで今回 の、 当日予選4チーム、ね、で当日枠は1個しかないので、この12人のうちの3人だけが、これちょっと変なチームが1個いるんだけど、いや50番いますね。これ よろしくないよね。さあ、ちょっと画面ぼやけてますね。さあ、一応紹介しておきますね。これパンフ載ってないあれですので、なんか紹介しておきます。チーム A、ムーディブルース、ちょっとこれピント合ってねえな。野口、バルログ、博士、ダルシム、バイパー、ホーク。いやー、よう集まりましたね。でもね、これチャンスありますよ。なんせ博士は夜勤明けですからね。ああ、眠い、眠いですよまだよく分かってないうちに殺した方がいいですね。確かに、早めにね。に対し、1回戦当たるのが福岡プラス長州。これも一番じゃないですか。安倍急遽来れることになった、急遽来れることになったで九州から来ちゃやべえだろうと思うんですけど、確かに安倍龍スピベが、まあ、安倍さん実家だから、あ、まあそうです ね、 北関東なんでね。スピさんは初めてのこういう大きい大会参加です。へー、長州さん、なるほど、福岡プラス長州、そのまんまだな名前。安倍さんはちょっとね、これね、長州さんと安倍くん、まあスピ君、まあ、それぞれワンチャンありますからね。先ほどの野口くんチームにね、まあ、相手チームにもガエルいないし、そうですね、安倍さんがいけるでしょう、これですね。じゃあ、右上行ってもらっていいですか。ダメ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 、煽りすぎ、右上右上、はい、何でしょうね、これ直です、直やめや、直営業、直の仕事です、直の仕事っていうのを言っときましょう、業界人っぽく。はい、オヌチョバイソン、オヌチョバイソン、ベガじゃなくて、え、これ海外読みじゃなくていいの、バイソンで、バイソンなの、オルチョバイソン、スギモン DJ に裏家にバイソンということで、こちらが当日エントリーチームですね。なんか名前にモンがついてるだけ強そうですよね。そうですね、僕もちょっと思ったんですよ、ね、これバイソンバイソンってこれ結構鬱陶しいな、めんどくさいね。さあ、ちょっとこれうまいことね、直の仕事をうまいことやってくれればなと思います。そして最後、頑張れ J ということで、お茶の丸バルログ、見習い S 流で、鉄バルログと、バルログ、S 流バルログ、バルログバル、結構みんなガチだね。これバル S 流にバイソンバイソン DJ と、これ結構あれだな、右側すごいな。まあまあまあ、卒っぽくていいじゃないですか。そうですね、まあ卒はキャラだっていうのを分からせてくれればいいかなと思いますそう、な、言うてもキャラですこのゲーム。まあまあ、もう20年やってればね。そうです ね、 じゃあ、そうしたらあれですね、もう1回戦、じゃあ初っ端はさっき の、 その野口くんのチームと、はい、長州さん、はい、安倍くんチームですね。でもじゃんけんで 1P、2P 並びに先方プレイヤーも決まってるんでしょうかね。 OK ですね。じゃあ、スタートの挨拶をお願いします、ジャイアンさん。私がいいです。まあ、まだ予選ということでね、第4回第4回です、ね、第4回 XS と、当日予選スタートです。
盛り上がっていきましょう。先方はバルログ野口バルログ対とスピ君ですね。スピ君ベガですね。これは福岡チームは当たりと言ってもそうですね。まあでベガは全員いけるか一応。まあでも一番いけそうなのはバルログなのかな。お、あ分かってるな動きが。おい大先生うまい。マジこれしっかり投げて受け身取っていない。おっと投げて、あこれは投げてちょっと合ってましたか。あやつ始まる始まる。いや画面端画面端これはガードできる。いやでも6パーがあるからな。さあ画面真ん中に行っちゃったぞ。おい端キープ良かったんじゃないか。おいもうこれだよ。あんたまさかだよ。パスきた。これがあるんだよな X はな。バルログはお前さあゲームさっきも言ったんだけどゲームオンが大きくなりました。何でさあ おいい大キック。今ピオリそうだったんだけどな。ゴーっといいですね。あジャンプじゃなくて今ヘッドプレス。今ただのジャンプかと思った。いや多分今最後の削り嫌ってバックジャンプしたのを、うん、読んでヘッドプレスっていう結構高度な読み合いがあったんじゃないですかね。おこれはいいぞ。スピさんいいね。うまくない。これはしっかりカードさすらね。でも画面端ですからね。どうぞバルセロナそんなに怖くない。ガードいてててまだいけるか。まあベガとしてはね体力いくらあってもねワンチャンでやられるんでなんとか体力を削っていく方向がいいと思います。あーっとこれは当たらず。おーっと投げて受け身がない。上からテラー。さすがに出すでしょ。さすがに出すよそれは。あー、わからん。ゴーでしょ、ゴーでしょ。いやー、ダブル KO。よく相打ちしたな。え、これまだ当時上手の1回1人目、はい、レベル高くない。ショッパン第一戦からダブル KO って、ね、熱いな。さあ、わかんねえ。2回目、わかんねえ。わかんねえ。わかんねえ。まあこういうゲームだろうな。押せんだよ押せんだよ押せんだよ。わかんの押せんだよ。いやでも一応わかっただけいいかなと思うんですけど。あれだって6パーで投げられるしね。まあね今でも美味しかったな。でもねわかんねえわかんねえがわかった。さあ2人目は長州、まあね、さあこれはかけるゴン時のオペマイ戦の、うん、バルログ戦には手順がある、ね、なんで出したんだろう昇竜拳が当たった。そうあ吸い込まれるよりね食らってたからね。そうですね記憶に新しいです。これは危険だけど間違ったわけではないと。そうですね間違ってないまあこれお互い結構やってるよね。最近野口君はあんまり見ない。そう全然最近ソファイブに夢中だった気がするんですけど、うまい。でもまあ過去にはやってますね。やるあとミスった言ってっ。いやミスに対しての感覚が強い。だしこれはバックジャンプで逃げて。あれは剣はもう何もできないですよね。できないですね。うおっ何だ今のジャブすごくない。絶対歩いて勝利歩いて波動拳やったらたまたまジャブだとっぽいね。いやいやいや待て落ち着け落ち着け。さあ分かんないのか。あっ5パン最強。最後は無理せずに。だしショーパンチが2回怪しいショーパンチ。いやだからあれはだからミスってもコパンだし出れば昇竜拳だしみたいな。ちょっと高くね掴んで。あーさすがにさあ分かんのか。分かった楽勝でしょ。まあバルログもねやっぱ多分昇竜拳怖いから重ねがちょっと遠くなるのかな。バイパンナイスしゃがみだと。さあうまいうまい。いい掴みからのからの。あーっとさすがにテラース。これには松田さんもお喜び。さあやりましたね。これはね剣だよ。あダルシム。あダルシムじゃないんだ。ダルシム残すんだ。そこにバイパーさん。いやでもこれ会場中がねあの福岡チームに味方してますから、まあ、まああれ登ってきたらまずいもんね。さあ、 あの大外はあれですよ、あの波動のふりしてあのホークの飛び込みを誘ってる感じなんですよ。あ、そうなんだ。しかも、まあ、ゲージもたまるしみたいな。おー、まあ、ゲージたまりましたね。
長州さん上手くね、上手いんだから硬い。どうして、今のとこ、あ、今度食らっちゃった、まさか、あんたまさんしっかりガードして我慢強いですね。これはもう台足は打たないですね、中足だけで、ね、もう刺さらないように言った瞬間を一文字はまあいいか、あスカッターでもやばいよね。いやーまさか死んだの、まさか出ない。さあこっからレッパーは出ない。おお中足まあちょっと怖いね、なんかを期待させるね長州さんは。開幕の試合なのにみんな見入ってますね。とバイパーさんミスりましたね今ね、うん、当日予選とは思えないな。ああなるほど、中足が多いんで中足で返すという割と地味な、さあ刺さって試合になってます、ね、今度ミスって置き攻めができた、これは誘って今はもうあれですね、もう別台風メス、バイパーさんが珍しく台風にこだわらなかったですね、立ち回りだけで倒した感じ。まあ、剣側はね、台風だけを気をつけてるような立ち回りなんで、だって竜より逃げれないですからね。ああなるほど、まあ真空がないからこれはガード、戦い無理はしない、しっかり勝利拳、この勝利拳打てると出ない。あっあった、まさかそこだよそこだよ、勝ちを捨てた。まあまだまだ持ち直すか、まだアリードしてるといったから、さすがにこれは削って台足は、この台足は痛いぞ。さあ今さっきめくった多分勝利を見せたと思うんですけど、ホーク相手は大竜巻でも OK だったので、あ確かに大竜巻でね、5段でピョル、そう中盤中盤カマでもよかった、何でもよかったのにミスってしまった、もったいない。さあ速攻出てくるのはアベアベ、3人目、まあこれ竜で止めたいですけどね、ダルシム残ってんだよな。去年一昨年、うん、優勝チームの一人だよね、うん、A4 と阿部阿部と、あーはいはい、 A4 阿部阿部ユーズで優勝してますからね。2年前ですか、2年前か、2年か 3年前、去年は確か KKY が、あー、ね、それ紫が優勝した、1回だけ勝って優勝っていう、そう紫が優勝した、まあまあまあ確かに、まあクスも結構活躍してましたよ確かに。これは安倍安倍さんがかなりいい感じで硬いですね、うん、まあ、公務員スタイルって言われてますからね、中足が多いから中足置くけど、まあ、それ別に食らっても、まあ、竜としては死ぬわけではないんで、やっちゃったの、そう、いいですね、真空があるとね一回逃げるんで、まあ、ちょっと本人ちょっと苦笑いしてますが、あれはなんで漏れたんだろうね、確かに、あの竜巻なんだ、竜巻がちょっと、多分ボタン話だと思うんだけど、台足のこれはまずいぞ。さあ、1回目、弱と台風はまるか、竜巻これは、アントビからしっかりと前を離して、今見てからやる、いやー、今ですね、バイパーさん、ダブル台風やったはずだよね、なんでしょう、なんで1回転なんだよ、おいみたいな感じの、ダブルだったな、多分今ダブル仕込んでましたね、やる必要全くないね。いやこれちょっとラインをちょっと押されると竜もね焦ってくるよね。さっきからコーナーダイブ多めですね。お中小竜竜巻でラインを変えてラインって、ラインってもう俺ねラインでもうね慣れちゃってる。さあ台風刺さって、いや画面端はちょっと厳しいぞ。お、なんだ今の、おいしい手前打ち、しかしさあここで龍がリードを取った、じゃあガード、これは転んだが、あ前飛びはなんか、いや今真空にも竜巻にも昇竜にも全てに対応してたので、うん、正解ガードでしたね。ガードか、でもガードはしたくないですよね、ホーク相手に。ではね、でもちょっと確かに遠かったんだよ、あ台風の場合からは。そうそうそう、なのでガードでも良かったのかもしれないが、いやまあ怖いよな。まあ、勝ったのはムーディブルース、ムーディブルース、ね、博士温存。さあじゃあに、あの当日予選の第2試合ですね、闇営業と頑張れ J と、頑張れ J これはまだ先方は決まってないかな、あ決まってる、じゃあもう座って
はい、いただければ。じゃあ座って、あ、もう OK ですね。じゃあスタートボタンを押しちゃってください。オヌチョのバイソンと相手の方は、相手の方が、テツさんかな。テツさんだね。テツさんのバルログですね。バルログバイソン。これはなかなかいい、組み合わせですね。あと配信ね、URL 先ほど告知したんで、皆さんリツイートとかよろしくお願いします。はい、盛り上がっていきましょう。おごられくんももう始まってますよね。喉乾いたな最悪だなさあさあ、掴み返してオヌチョがキャラをなぜかバイソンで選んだオヌチョが、さあさあ、ホリホリして、まあ結構いいし、さあクレイジーミス、さあクレイジーミスったが穴掘りでフォロー。そうか、バルログみたいのバイソンみたいだから、先方はバルログバイソンになる可能性がでかいですね。ほう、おっちゃん溜めてる。さあ上から、あ、優しい、癒し系だわ。キャラは優しくないけどね。確かに溜まって、はよう当たる。お、さあ今すかして掴みはバレていて、くぐってニョキッと、微妙にうまいんだが、いて、おー、ぶっぱなし。さあ最後はもう画面見なかったですね。もう見ない方がね強いからね、このね、微妙にね、なんだろう、そこら辺のね、うまさをアピールするというか、バイソンには必要ないんですけど。さあ2人目が見習いさん、 S 竜と、 S 竜を挟んだんですね。さあガチャりましたね。キャラミスりませんでしたね。あ、そうか、これミスると終わりだもんね。ミスったら自分ですから。当日予選で2500円払って終わりそれはやばい、まあ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 、それはやばいな、まあまあまあ、さあ波動拳、波動拳、波動拳。しかもなんか中波動、小波動、大波動今なんか打ってないね。なんだあの中波動は。どうなんだろうね、弾残るから大波動の方が連発できるから、うん、いいと思うんだけど、謎の中波動が多め。まあでもゲージが溜まった状況で6いって、大パン。なんかぎこちない動きしてるけど、さあハードハードでピオル、ピオル、お、よくヘッド打ったな今の。いや今の立ち方すげえな。確かに、さあ小波動となぜか中波動が、あの竜の波動拳はね、あの絵が違うので小中大分かるんですよね。あの今中波動出てます。飛びさん、ね、さあ大波動、大波動、ね、急に大波動が増えましたね。効いてるかも。おお、見てから、反応ちょっと早かったから、見てからじゃなかったのか、どうなんだろうな。短パンチをね、やっぱ見てから切るとね、竜は強いですよね。さあ波動拳、波動拳、さあ小波動で大波動。おお、無駄掴んで、おお、知らない、おい、あった、ちょっと待って、今ミスった。さあクレイジーに、なんかそ、なんか別に普通の顔、レバーのせいにしてんだけど、あいつ、おい、クレイジー2回ミスりましたね。あ、レバーか、まあレバーじゃちょっとしょうがないよね。だ、右手と左手入れ替えてやった方がいいんじゃないかな逆に難しいよ、確かに。さあ3人目、おちゃる丸バルログ、これはヒョウバルモードに行くのか。さあ三立ては避けたい。まあ地上戦やるとね、さすがにね、バルログ自利品だと思うんですよね。ただ今中エイトかな、中エイトで無敵時間が短いから、ハイクロ、クリスタルが相打ちになったのかな。あ、ね、さあ掴んで絵面が返された。危ない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 。さあテラ、さすがに、まあ出せば勝ちだからね。ところどころサブキャラのなんていうんだ、まあ浅さというかやり慣れてなさが出てます。おっと、ヘッドにおっきり、今のも中ヘッドでしょ。掴んでまっすぐ、これがと思ったら、あれ、なんか爪が甘いの。ためがやっぱり、あ、出して、におっきり出して、おい、今の大足場なんだ、今の大足場って何だったんだ。大ヘッドじゃないよね、まあ、なんかレバー、レバーすげえ触ってるあいつ。ダッシュアッパーヘッドでいいんじゃないかっていう誰かのアドバイスがありましたが、まあ、あれですね、ヘッド、ヘッド、フォーで移動して、あ、どう、つなぎをミスった。さあニョッキリヘッドで上から行って、さあニョッキリヘッドで、ヘッド多すぎ問題。お、マジか、今のやる、うまい、ところどころうまい。な、なんだ今の。さあ勝ったのは
ね、闇目の前でうろうろしてるのあれ何なの。いやまあ本人リアル本人リアルの立ち回りも本人目の前でうろうろしてるんでしょうがないです。ああなるほど。まあ何かしようか迷っちゃうのかな、ため解放されちゃって。いやなんか技空振らして掴みみたいな、なんかパッと見イケてる風なことをしたいんですが伴ってないみたいな。だいぶ言い過ぎないような気もするけど、まあまあまあ。ムーディーブルーおごられくん準備中のままでできないっぽいみたいなことで。えマジでおごられくんなんかできないって聞いてちょっと俺の楽しみが 70% ぐらい減るんですけど。いや、まあ、でかいだろ結構。割合でかくないか。割合でかいでしょどんだけ飲みたがりだ。飲みたがりですよ。あのじゃあこれ配信に乗らないマイク的なので、あの言った方がいいんじゃないかね。さあしたらじゃああれですよ、当日予選決勝戦、この2チームのうちの片っぽしか本戦に行けません。本戦なんかおごられくん準備中らしいんですけど、おごられくんってできます？準備中みたいなんですけど。さあ吟味に吟味を重ねてますね、あの先方プレイヤーを。そう俺これねさっき気づいたんだけどさ、これずっとこの自分の映ってるっていうかこのモニター、配信のあれとか画面とか見てるんだけどさ、これダメだよね、カメラ目線で喋らなきゃダメだよね。あそうなんだよ、下をねちょっとね、ずっと下見ちゃってる、ごめんね。あ自分の顔を見てちょっと見たいから。はい、オッケーオッケー。はい、先方もう座ってますね。先方座って、ようやく座ったみたいですね。じゃあもうスタートしちゃっていいよね。はい、じゃあスタートでお願いします。じゃあ当日予選、決勝ムーディーブルース 1P の野口先方で、闇営業 2P 裏ケニですね。裏ケニさんのバイソンと。はい、スタート OK ですよ。はい、スタートボタン。スタートして。いや、これ同時に押してるとね、茶流もしくは黄色い剣が現れてしまうので。さあ、スタートしてください。運営スタッフ押して。運営スタッフどこ行ったの？寄り道してる。うん。もうスタート押しちゃって。筐体から離れないでって言っといたのに、うん。これ、選手結構ね、集中してる場合があるんで、スタッフの方でね、誘導してあげないとね。さあキャラミスはなく、バルログバイソン。まあミスっちゃやべえだろさあ掴んでゴチッとゴチッと、いい、ね、掴んで結構、ね、よく我慢した。チ君が割と動けてない感じはありますね。相変わらず置き攻めはうまいんだけど、よく当てた、うまい。おえ今投げ無敵の時間短くなかったみたいな。6%じゃん、6%かもしんない、うん、今まだ投げれちゃまずいタイミングがない。今の相打ち取れないの。さあにょっきりにょっきり、いやこれは画面端。さあチラシ、いやー勝負強えな。ところどころ甘い部分があるんだけどな、甘振り。あんの今歩きクリスタルでしたね、すげえ歩いたように見えた。ところどころうまい、うまいな。これはさすがにバイソンつらいか。まずは貯めたいっすよね。さあこのワンワン、ヘッドミス、鳴き声出しましたね。確かに犬、ね、いやこれはもう出すしかないもんね。野口がまずは一勝で出てくるのが、出てくるのが DJ ですか、杉門さんの DJ ですね。そうですね、DJ です。博士温存したまま行くのかな。さあコメントもねちょっと英語ばっかりでちょっと拾いづらいな。確かに、まあ、海外勢は結構ね見てくれてるのは嬉しいですよね。かなり時差があるはずなのに掴んで、 DJ はやっぱジャックがあるんでね、置き攻め重ねに行きにくいっていうのがバルドゴにはあるでしょう。しかもジャックが決まった後がね、いってめくりがあるんで、あー出しちゃった、出させられましたね。あれ先に出すって見てからだとな判断できないんだよね、起き上がりの。あれ今のはまあしょうがないって大変ですけど、厳しいところでしたね。うん、相当なんか画面見てないと。これはしっかりガード。野口がかなり動きがだんだん良くなってきてるぞ。おお、あんなで返せんの。チュパン、あこれはまずいんだよ。出して逃げる、いってハイクロで追っかけて、分かったが、あーっと今のエアスラミスかな。今のはあれですね、イメージ的には
殺してくれって感じですよね。確かにマシンガンは今は撃たないと思うんだけど、お手上げって感じのところに解釈入った感じでしたね。さあ先ほど何かしらにつけてレバーのせいにしていたものでしょう。まあ一応ね、口で言ったわけじゃないんでね。まあそうですね、アピールですからね。アピールですかね、なんかちょっとおかしいぞみたいな。さあにょっきり出したがバルセロナ、出したがバルセロナ、ピヨってこれ投げか、死にましたね。いや変にさ時間長いからさちょっとイラッとしない、繋がらないのかな。さあリーチですね。さあ博士当日予選温存のままなのか。あるな、お、いい、いい出し掴んで、これは掴むでしょ、すまない、ゼロドット、そっからあるのあるのからのあるのか、からの、いやさすがに画面端、おいおいおい、いやスパコンで、おい、今のヘッド遅くねえか、大丈夫、何してんの、ああああ、さあまあらしいといえばらしいというか、まあはい、ということで当日予選抜けたのはムーディブルース、おめでとうございます。さあということで、当日枠は D ブロックの一番下なので、ホムラ帰り、あごめんなさいね、ホムラ帰り、ここね、ホムラ帰りの福山、はい、龍、ね、テイ・ダルシム・フジ・サガットのとこにムーディブルース入ります。ということで龍・ダルシム・サガットに対してバルログ・ダルシム、きついな、まあまあホークがね、ホークもいるんだということで、まあね、ワンチャンもツーチャンもあると思うので頑張ってください。ゼロ回戦ですね、 D ブロックの一番最後のゼロ回戦になります。さあということで、無事統一枠が決まりました。これ怒られくんはどうなんだろう、ジャイアンにはなしってことなんじゃないでしょうか。 あの僕ジャイですね、今実況してるのジャイです。ジャイアン知らない人間、まあだいぶ第3形態ぐらいだったから、あまあ確かにね、形態変わったから、あ髪も短くしたしね、確かに誰だあいつみたいな、割と昭和のイケメン的な感じの、あそれね、もう言われすぎてイライラするんだよな全然イケメンだと思ってねえだろみたいな、タンクス、いやいやいや、そうアイムジャイです。さあジャイアンさんとマッツンで当日は喋らさせていただきました。もうそろそろね喉がね限界ですね、じゃアピール始まったばかりだけどまた始まった、はい、ということで40事前エントリーで48チームの当日で4チームなので156人、とうとう大台、まあ、100人超えた時にもありがたいなと思ったんですが、超えれそうで超えれなかった150人という壁をとうとう超えてしまった第4回 XSO。 これは本戦1時半からですよね。本戦1時半ですね、1時半なので、まあ45分ぐらいあるので、今のうちにあれですね、お手洗いであったりとか、何かしら買い物であったりとか、済ませられるものは済ませておいてください。差し入れも受け付けておりますよ。で、あれですね、ゼロ回戦、A のゼロ回戦、A の1、2、3、4終わって、そのまま B のゼロ回戦みたいな感じの、ブロックごと進行ではないです。パンフレットにも番号、謎の数字が振ってあると思うんですけど、その順番に試合をやっていきますので、思ったよりも早く出番回ってきます。まあ、D ブロックだからまだまだしようとかそういう感じだけど、思ったよりも早いのでブロックごとじゃないんでね、本当気をつけてください、ね、ゼロ回戦1回戦2回戦みたいな感じで、はい、投資でやる感じですよね。あ多分ジャイアンって分かったからじゃないの、ワオサンクスみたいな、ワオワオちょうっさいな、まあ大吾はプレイしてないですね、大吾はプレイしてるから、あ違うっぽい、なんか解説です、何を話してるんですか、多分アフロレジェンドは出てるよみたいな感じで、ワオサンクスだ、別にジャイアンでサンクスではないっぽいな、あそうか失礼、まあ俺もねちょっとね、名前が中野地域ぐらいでしかね、通用しなくなりましたからね。そうですね、まあまあそうっすねって、話終わるじゃんいや、なんだろうね、ジャイアンさんもね、まれじゃないですか、はい、ネットの大会とかで頑張ってるじゃないですかそのうち実機も頑張ってほしいなってところですね。僕は未だに信じてますよ。何を？いや、ダルシムでジャイアンさんと、まあ例えばですよ、ジャイアンさんと僕とまあ、その旧並木時代からの人間で残っている人間、ちょっと2回転か、まあでもそのチームとかでも、ね、まあ、ザ・運営って感じですね。
ですね、またね、あの大会とか出たりとか、なんかどっかいろいろ行ったりとかっていうのができればなとやっぱ思いますよ。どっか秋葉近いなぐらい行くとしたら近いなそれしばらくね、まあこれはあれじゃないのかな、これあのさ、大会の使用台のはあの1台2台もの試合フリップと開放してますので、大会台でレバーになれときたい人はそのまま触っといた方がいいと思いますよ。やっといた方がいいですよ、はい、ね、せっかく結構お高い参加費なんでね。そうですね、フリップなんで。もともとフリープレイの台はあの2台2セット置いてあります。それプラスあの外壁沿いにあのアニコレとあと HD なのか、まあ、何台置いてあるの、全部で結構いっぱい置いてあるよね、まあ、置いてあるので遊んでください。とりあえずあのこちら側対戦台、大会第 1位、大会第2位ともに使用されてますので、よろしくお願いいたします。おごられくんじゃないけど来たよ、いいじゃん。お茶の丸さんかな、なんかコメントあります、あ、頑張ります長丁場。これは何だろう、これはおごらせくんですね。おごらせくん、はい、ウロちゃんありがとうございます。いただきます。これはジャイアンが煽った 上でのおごらせくん、おごらせた、はい、なんかアイスもあるらしいんで、アイスもあるらしいんで、お前欲望の塊だないただきます。これ配信乗ってんのか。いや、ありがたいよね。いや、冷たくていいな。あ、おごられくんできそうって書いてます。あ、おごられくん、おごらせたくん、そうですね、まさに。俺さっきね、面白かったのはね、アフロだのダムダイだのとか世界をしてる最中に、はい、しれっと動画 その視聴者のふりしてマーカス、あ、マークスがチャットで、ね、会話してるのを見て面白かった。お前出る側だろうって。まあまあまあ英語できるからやっぱ気になるんじゃないですか。まあそうですね、あのマキリさんからの怒られも待ってますよ。今度のエボジャパンで何かの一つイベント、イベント、いやさすがにね、発表されたばっかりで、まあ僕はスタッフで行くんで多分イベントはできないと思うから。今度エボジャパンでどこでやるの。あの、マカリ。あ、今度近いんだ。1月の15、16ぐらいあたりかな。1月で、クーペがなんか5月にあの移動みたいな感じらしい。だからもう1月15、16、あ、成人の日近辺かな。もう5ヶ月後ぐらいですよ。おお、ね、そうだね、もうすぐですね。なんかでもやるんじゃないの。やんの、わかんない。あの調子の方がなんか多分泣いと泣く、ちょっと泣いてもらおうかな。マーカス、なんだろうね。まあリストに松田さんないんですけど、松田さんこっちにいないんですかって。いますよ、あれ。なんか小田原くんね、名前リストに松田さん名前がないらしいですよ。まあ松田さんの名前も追加で入れといた方がね。松田さんの名前がリストにないらしいです。まああのジャイ宛てに送ってコメント松田でもいいですよ。あ、まあ確かに、うん、それでも全然。マッツン、リメンバーミーベイビー。マッツン、リメンバーミー、誰だろう。 DNGRS ペーパーカット、ペーパーカット、髪切る人、デンジャラスペーパーカット。別にわす、え、知ってる。ちょっと待って、 You just go back to other stream ペーパーが、違うストリームに帰れとか言われてるけど大丈夫か。え、何、大丈夫。海外もいろいろあるんだね。マッツン told me that ST is a game of attack, defense is no good、 攻撃的に行った方がいいって。あ、わかりました、ごめんなさい。あいつはトロル、もうマカスがトロールって言いますね。ふざけたプレーをしているという意味ですかね。ごめんなさい、頑張ります。もう年なんで攻めれないんですま、魔法、サイレントスコープもなんか話してんじゃん。ベンダースペーパーカットイズアメージング、アメージングそういう感じなの。アメージングプレーなんだ、なるほどね、はいはい。こっちで言うと誰だろうな。まあ個人名は伏せておきますか、はい、あんまりね言ってもね。いや、もう僕も頑張りますよ、頑張ります。はい、ありがとう。ダムダイハロー、ダムダイハロー、グッドモーニング、グッドモーニング。ダムダイ今アメリカ、うん、ダムダイ思ったんだ、なるほど。はい、ダムダイ、ダミアン、
なんで本名なんだ。ダミアンが。デミアン。デミアン。まあ、さあ今あれですね、ごめんなさい、チャットをずっと見ちゃってましたね、ごめんなさい、まあでもこれ視聴動画見てる方々チャットも枠も同時に見れてると思うので問題ないと思いますけども、ね、おトシン、はい、はい、英語難しいな、はい、ホークプレイヤー、サイエントスコブ、なんだデイビッド、エボ、残念だったな、残念だったなって英語でなんて言うんだ、ベスト4おめでとう、残念だったって、総理かな、うん、残念は総理かな、総理か、うん、あ、ちゃんと分かってくれてる、うん、3件回すよね、うん、いや、で、デイビッド、ほんと頑張ったね、お、なんだ3位だっけ、ダメだよ、うん、ベスト8がなんか5位とか、そのぐらいだよね、うん、ははは、ダメだよ、もう落ち着けって、あ、マッツン、ロックスターの、一般ピープル、なんだ一般ピープル、普通の人です、普通の人です、ノーマルピーポー、ノーマルピーポー、ノーってノーマル、ベリーデンジャラス、残念 is that too bad、 あーサンキュー、マーカーサンキュー、ね、外国になってるね、英語の勉強会、そうなんだよね、俺ね、マーカスにね、英語教えてくれ、一つ教える代わりに英語教えてくれっていうので、マーカスと契約してるから、そういうパターンか、契約って、いや実際ね、マーカスよりすげえ助かるんだよ、まあ彼はね、日本語もうまいですからね、そうそうそう、あのね、マーカスと、あの、うん、ダムライト、そう、マーカスとね、マーカスの奥さんと、ダムライと、ダムライの奥さんと、俺と俺の彼女で6人であの食事して、女性は女性でそれで仲良くなって、で、俺らは3人はずっと卒団してみたいな感じで、この間ね、あの食事会もして、楽しそう。なので、また次会う機会があればっていうふうに思ってるんだけどね。でもしかしたらなんだけどね、まだ確定じゃないんだけどね、あのダムダイ、まあ、奥さんがあの日本人の方なの で、 そうです、ね、もしかしたらね、日本に引っ越していくかもしれないんだよ、まあ、それが非常に楽しみだなっていう感じの、確かに、うん、S 流からキャラ替えしないのかな、散々 X 流なんなんキャラ替えしろっていうふうに言ってんだけどね、 S 流やってる限りはもうお前とは喋らないみたいな、あっ、おごらせくん、シノさんから おごらせくん、またまた、おごらせ、おごらせくん、またシノハさんからあのアイスクリーム、アイスクリーム、アイスクリームだよってアイスクリームいただいちゃいました、アイス、はい、アイスいいな、これ、ね、バニラにチョコがけ、これ目の前で食べちゃいます、食べるでしょ、いただきます、まあ、うまーい、うまい、うまい今はチャンスだからね、そうですね、カメラ目線で言ってた方がいいかなと思う、うまい、のど飴もね、結構今日は用意してるんだね、そうですね、漢字 is hard、 難しいと、うん、漢字は確かに難しいな、難しいな、確かにね、うまいか、イエス、イエス、ベリーベリーデリシャス、うん、今すぐ、そうクール、お、今はすぐ、お、やってんの X、 やってないっす、今すぐあれですよ、皆さんも、あの、ね、今まだ休憩中ですからね、今すぐ皆さんもあのコンビニかなんかでアイス買った方がいいですよ、家で見てる人はね、俺一生今カメラ目線でアイス食ってんだけどさもうちょっと上に見せないと、こうやってアイスを見せるってこと、じゃあマイクが遠くてさ、あ、そういう感じ、あ、そう、これ、じゃあこれ結構食いづらいけど、これどんな絵面な、今自分で見たけどさ、おっさんがさアイス食ってる今コメントでもあって、ただアイス食ってるだけの動画、動画見たやつおるみたいな確かにね、これのじ合いとか流しててワイプで俺らが別に入ってないんじゃないですか、まあ、もしは逆とか、うちらのアップずっとやってもしょうがないよ、これのじ合いって映ってます、のじ合いの一番とか映しつつ、ワイプで下に俺とマッツンの絵とかだとね、あ、そうですね、あ、そう、あ、これちょっといい、あれはお酒は入ってないです、アイスに、で、ジャイ T シャツはリュウ T シャツですね、うん、リュウ、あのユニクロさんのやつね、これはバイソンはなんだっけ、アラバマじゃねえの、アラバマさん北海道ね、と、あ、キビダルさんですね、あ、これ入ってるやってない誰、おごられくん入ったらしいんで、あの画面をあの僕らの映像にできるかな、ワイプというか、ありがとうございます、あ、おごられくんか、おごられくんの画面だね、マツンとあれ俺か、マツンと松田さん、僕と松田さんに
はい、おごられくんが入ります。おごられくんそこでやるんじゃないの。そうみたいなね。そこでやるんでしょ。松田さんいますか。松田さん、松田さん、松田さん入ってますよ。これ俺入ってないのって、まあいいか。何その嫉妬する。コマ、コマさん、コマさん多分あの高尾ではない方だと思うけど。松田さんいない。じゃあ俺がダブルでやっときますね、はい。じゃあ画面切り替えずに、どこ行った。そうでしょ。そこそこそこ、あそっち、そこ。じゃあそっち、あれこれおごられくんの方のカメラってさっき映してなかったけど映せんのかな。多分いけると思うよ。あれに向くでしょ。あれ、あじゃあ僕ちょっと今行ってきますね。今映ってる映ってる。でマイクもそっちあるはずだったかな。でコメント、コメント、コメント、コメント読んで。コメント、で、ああ、はい、おごられくん。おごられくんゾーンって前足元なんか貼ってなかったっけ。今どこらへん。これ前は足元に確かテープ貼ってあったよね。テープなくない。ここ、ここで大丈夫。あ、それで見えんのね。わーい。じゃあごめんなさいね。ちょっとソーリーってなんだ。はい、ありがとうございます。これ一番最初のファーストおごられくんですね。実況お疲れ様です。2つおごるので1つは増田さんにお願いしますということで、コマさんから僕と増田さんに、ありがとうございます。いただきます。とりあえず1個あのいただきます。ごちそうさまでした。あと1個はあの各地増田さん渡しておきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。なんかトーナメント表を映せるって言ってるから、なんか予想とかするした。あーそうだね、予想して、予想はなんだっけ、あの、まあ、くじ引きの時にしてよ。くじ引きの時にした。もっぺんやるのもありかなっていう。いやね、ちょっとあの一気に飲まなくてもっていうコメント言った、あの多分コマさんかな、本人からいただきましたけど、その怒られくんで歓喜余って息飲んじゃいましたね。ああ、いやー、だ去年ね、俺ね、去年俺確かね、そう、今年の今の松田さんじゃないけど、あのリストから俺外れてなかったんだよ。だったから、今回ちょっとおごられくんで、ね、おごってもらえたんで非常に嬉しいなと思って、ね、歓喜余って、まあね、ぐびりぐびりと、おかげでちょっとお腹ちょっと飲む、さすがにやりすぎたからみたいな。じゃあよし、ちょっとトーナメント見ていきますか。トーナメント映ってます。あ、出ましたね。優秀すぎんだけど。早いね。さあ、A ブロック、 A ブロックは俺が見た感じだとまだマイルドなのかなっていう。いや結構 A ブロックもどうかと思うよ。あ、まあ確かに硬いっていうか、でもね、なんだろうな、なんか抜けそうなところがなんかある程度見えるっていうか、これどっち勝つんだろうっていうのはね。まああれかな、通じが左側が難しいよ。通じが爆発するとめんどくさいな。そうそうなんだよ。右側はね、まあ言うてもホワイトじゃない？え？グッチ会じゃなくてホワイトの方？ホワイトだと思うけどな。もみを、あ、ニコ、ニコ芸能人どう。いや、ザンギリューバイソンとザンギフェイロンリュウでしょ。うん、キャラで見てもバイソンとフェイロンじゃバイソンじゃないの。いやでもバイソンザンギいるから、でフェイロンがザンギに行けるから直接対決が難しいけど、このバイソンとフェイロンのキャラパワーで見ると当然バイソンだけど、これね、お互いバイソンは、うん、まあ竜、あ、バイソンじゃない、してザンギエフは竜、まあ、もみおの方は、まあ、バイソンはあの沼くんかグーチくんかどっちかに、で鈴木さんの方はあのザンギはあの竜、あ、白竜だね、うん、にかぶせる一択になるんだけども、うん、で白竜はザンギ戦うまいけど、鈴木も最近竜拳戦非常にうまいんですよ。川松との駒ミスはね、うん、まあ、難しいよね。これはキーはまあそう、唯一キャラが違うというところで、まあフェイロン、文鎮くんのフェイロンですね、うん、これがどんだけ機能するかというか、そのうまく被せれるか、
というところなんですけども、キャラが2つ被ってんだね。まあ言うても、まあ、僕は近いかなと、昨日でしたっけ、おとといでしたっけ、で、くじ引きやった時には思ったんですが、実際分かんない、左側がね、分かんねえんだよ。どれ前かな、焼き鳥川又秀のとこも、あ、増田さん、さっき、おごられくん来てました、代わりに僕、挨拶しておきました。はい、まだ始まってないですね、始まるのは1時半からなんで、はい、あと30分。マーカスって納豆好きなのでなんか、ね、ワイヤレスマイクって誰か持ってる？消えた。あの会場だけに使うやつ。あ、違う違う。会場だけに使うのはあるんだけど、ある。配信に乗る方。配信乗る方。乗る方のワイヤレスを探してんだけど。あ、おごられくん用かな。おごられくん用のワイヤレス誰か持ってきました？おごられくん。おごられくんあれじゃないの、繋がってるやつじゃないの、あれしか見てないよ。確かに僕もあの繋がってるワイヤレス、あれ以外見てない、ワイヤレス見てない、ワイヤレスはそっか、あれ僕それでやりました、さっき、うん、さっきそれで喋りました、触ってないです。はい、はい、じゃあおごられくんの方にカメラお願いします。あ、松田さん、先ほどの松田さんがあれですね、喋ってくれますね。まだカメラ映ってないですね、ちょっとまだですね。おごられくんの方にカメラ映してもらえますか、スイッチャーさん。あ、映りました、映りました。はい、あ、マイク乗りますね。はい、あ、来ました来ました。さっきのコマさん。はい、じゃあですね、田坂さんとふたちゃん来てください。田坂さんとふたちゃん田坂さんとふたちゃん来てください。はい、いましたね。おごられくんなんですけど、バイソンマンさんからコーラ入ってます。俺を、あ、カメラに向かってください。バイソンマンさん、ありがとうございます。おいしくいただきます。これ記念にどうぞ。あ、はい、あ、はい、紫なんだ。あ、はい、バイソンマンさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。初戦で多分バイソンと当たるんで修行の成果を見せます。はい、じゃあ次行きたいと思います。マッツンさんにウーロン茶2つお、え、俺1つ、あ、1つか、1つ、松田さんと僕ですよね、多分ね。あ、なるほど。さっきのコマさんって方じゃないですか。 あ、了解です。僕もいただきました。はい、じゃあコマさんいただきます。ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。篠本田さん来てください。篠本田さん、ですね、マキさんとバースターさんから、いつか2人で深谷ロボット行きます、今日は頑張ってくださいねと。はい、カメラどこですか。あ、暑いね。マキさん、バースさん、ありがとうございます。いただきます。はい、じゃあ一旦終わりなんでカメラ戻してください。じゃあもう B 行く。 B 行きますね。っていうかね、いや、今マキさんとバースターさんからっていうのの流れで、シノさんはありでジャイにはねえんだみたいな。いや、僕はサブスクもらってるんで。あ、そうなんですね。まあそれ以上やんなくてもいいだろうっていうね。はい、来ました B。 これ誰だよ、くじ引いたやつっていうやつですね。これ結構ひどいよね。ひどいよね、本当に。まあ俺に恨みがあるんだろうけど。まあそうだろうな、ね、いや全部ね、これね、結構いろんな人間からね、これ B はね、そう、セロテープさん命狙われてると思うんですよね。このガムジャパと久し会ってのもなかなか面白いよね。そうね、そこはいいよね。まあここに文鎮が入ってないっていうのはまた面白いんだけど。久し会ね。そう、また来ました。あ、来た来た。誰、変えていいの。じゃあちょっとおごられくんの方に変えてもらえれば。はい、はい、おごられくん、またいただきました。信夫さんから、トモさん、竜使いのトモさんにですね。竜使いのトモさん、いらっしゃいますでしょうか。トモくん、まだ来てない。え、来てない、わかんない TOMO さん、まだ入ってない。まだ来てないって、トモくん、まだ来てないって。わかりました、申し訳ありません。後で渡しておきますので、じゃあ一旦カメラ解説席の方に戻してください。常に飲み物だったら氷とか溶けない、大丈夫。レッドブルなんですけど。あ、レッドブルなんだ。あ、じゃあ大丈夫だね。
じゃあ B いきますか。 B はい、これ左はもうガムジャパ久し連載大福ラウンドアバウトまで、これ優勝したことあるのがゆずると黒岩マオ、俺もしてるし、店長は店長は S とはないか、ない S とはないかで左に寄ってて、で、まあ、カワシムとかもね、かける後準優勝でしょ。そうですね。で、まあ、俳人は3位だし、結構きて、お昼ご飯チームってここね、どこのチームだか分かんないんだよね。ありがたいよね、なんかね、そういうでもね、これ確かに以前にもなんか、なんかの大会でカーソンさんとサベさん、カナヤさん、それぞれ名前は見たことあるので。入りました、入りました、じゃあ、おられくん行きましょうか。おられ、誰小原くんマイクお願いします。はあ、バイソンマンさんからハジさんとベンダさんに、ハジさんベンダさん、ハジベンダという組み合わせ、ハジさんベンダさん、ハジさんベンダさんいますか。ネットの対戦のあれじゃないのかな、多分な、そこら辺のつながり。あ、オンライン系か。オンライン系じゃないですか。はい、ここの線のところに立ってください。ハジさん、ハジさん、バイソンマンさんから、楽しんでくださいとのことです。ジンジャーエール入っております。まあ、ハジさん今いらっしゃる感じですかね。ハジさん、近場にハジ君いたら呼んでもらっていいかな。ハジ君どっかいないかね。じゃあカメラこちらなんで、とりあえず一言お礼を。バイソン、バイソンマンさんありがとうございます。また仙台で対戦しましょう。ありがとうございました。仙台の方なんですね。仙台の方です。そうです。ベンダさんは仙台だったので、仙台枠として扱わせていただきました。あれ、これハジ君いないのかな。何やってるって。もうちょっと長くて、はい、いや最近あまりバイソンマンさんゲーセンにいらしてないんで、こうぜひ遠いかもしれないですけど来てください。なんかかなり HD で頑張ってるみたいなので。 HD なんですね。 HD 勢いるのがですね。 HD 勢あ、いらっしゃったの。さあ、ハジ君には、先ほど先日回されたハジさん。あ、はいはい、誰からですか。バイソンマンさん。あ、バイソンマンさん、ありがとうございます。声高っ。HD でもいつもお世話になってます。また大会とかもまたやっていこうと思うんで、またその時はまたよろしくお願いします。いただきます、ありがとうございます。いいね、この雰囲気は。いいね。はい、まだあんのか。終わりかな。終わり。とりあえずこれ一旦終わり。 B、 これはですね、あ、ピッタな負けなんでしょうかね。今のところはノーモーションの2人とジャイアンは怒られくん待ってます的な感じのあれがあったんですが、今のところこれだから振り、振りだから。振りなの。ダチョウだから。これ来たら困るから。ね。って言って来ないと寂しいやつ、ね。まあそうですね。ね、さあ。で、これ、右もやばいよね。右もね。B はね。右はね、昨日じゃあこの間かお話したんですけども、の小江門のわからん殺しで恥せよアラバマをぶっ殺すか。いや、DG はきついぞ。でも、ハジ君、昨日、津村さんにぐるんぐるん回されて即死したんで。その前に、トモカネコピロシもいるじゃん。そう、ここがね、ここがあれなんだよね。そう、ここがきついね。ホンダがこれ機能するから、めっちゃ。で、ハジ、セオ、アラバマとしては、だから野球ね、そう、やっぱ、小右衛門のわからん殺しも怖いし、津村君のフォークも怖いので、ピロシ側に勝ってほしいと思ってるんですよ、ぶっちゃけ。なので、ここ、非常に難しいところですよ。ここの勝負次第によって、うん、その黄色一色、そう、大急ぎですか、こっちの結果がどう変わるなので。あ、なんかバースターさんが俺のことを言ってるけど、なんだろう、なんか、ジャイさん。なんか、その前を見た方がいいのかな。そうだね。あ、あとで、オーダー、な、え、まあ、いやもうアルコールで、すげえ、どの強いアルコールでお願いします。いや、まあ、それいいけど、事故るよ。確かに。俺は責任取らんぞ。オーダーなんだろうな。アイス美味しかったね。アイス美味しかったね。アイスうまかったな。でもお腹壊したら困るでしょ。そうそう、塩気がある方がいい。来た。はいはい。怒られくんに変えてもらえますか。ちょっとこれ最後までいけねえな、これ。すいません、怒られくん、結構10本、レッドブルが10本入ってまして。10本来た。篠の本田さん、苗場さん、デレローさん、フジモンさん、田坂さん、あ、ユウサリキさん、ふたちゃん、ウルトラマリオさん、太郎さん、ベンダさん、水宮くん。きっちり俺入ってないね。水宮くん、レッドブルなんか飲んだら死んじゃうぞ、多分。確かに。鼻血ブルだよね。今名前呼ばれた方、次々来てください。
はい、ベンダさんにデレローさんに、はい、ウルトラマリオさんに苗場さんで水宮くんとあとなんだっけ、はい、っ俺今結構名前よく覚えたんだけど、篠本さん、苗場さん、デレローさん、フジモンさん、田坂さん、ふたちゃん、ウルトラマリオさん、太郎さん、ベンダさん、水宮くん、てか石油ちょっと人数多すぎるんで石油とりあえず、まあ、一人ずつささっと、じゃあ名前呼ばれてボケーっとしてるのって結構すごいよね、はい、デジボーイさんからです、まあまあまあ、じゃあ篠本さんから、はい、どなたですか、あ、デジボーイさんありがとうございます、いただきます。デジボーイさんもマイミク、マイミクでや、はい、苗場さんデジボーイさん、デジボーイさんいただきます、ありがとうございます。ビールですね、デレローさん、ビールもいいですよ、ビールもデレローさん最近は飲むようにしてんだね、はい、デレローです、デジボーイさんありがとうございます、ありがとうございます、おさまです。石油王だよね、フジモンさんだってレッドブル10本でしょ、確かに、あ、フジモンです、ありがとうございます、あのレッドブル大好きなんで美味しくいただきます、ありがとうございます。田坂さん、田坂さんも人気あるな、うん、はい、あ、デレローさんからで、ありがとうございます、デジボーさんありがとうございます、これで前見くとか1回戦元気を出して突破します。前見く、前見くじゃなくて、前見くじゃない、フォローフォロワーでしょ、フォロワーフォロワー、総合フォロー、総合、うん、デジボーさんありがとうございます、去年に引き続きありがとうございます、今回は1回戦負けしないように頑張ります。あ、去年そういえば1回戦負けしたんだよね、2つ、はい、ウルトラマリオさん、バルログだよね、バルログだったね、意外と難しいっていうね、ありがとうございます、頑張ります。はい、太郎さん、太郎さん、デジボーイさんですね、いや、スイッチないです、普通に喋ってください。そうか、デジボーイさん、あの去年に引き続きありがとうございます、大会頑張るんでよろしくお願いします。ベンタさんいらっしゃいますか、ベンタさん、ベンタさん、ベンタさん連続ですね、ありがとうございます、うん、デジボーイさん美味しくいただいて栄養つけますので、ありがとうございます、栄養つくのかな、ってのはいいよね、水宮くん未成年なんで、僕が翼水宮くん、レッドブル、はい、デジボーイさんありがとうございます、はい、以上です、以上で、はい、で水宮君、じゃ あのちょっとこっち来てもらっていいかな、運営席、おー、なんか打ち合わせしてますね、なんか話すか、じゃあ B ブロックいきますか、 B ブロック、B ブロック映してください、 B ブロックもうサクッと終わらせないとっていう感じですね、で注目がね、深谷ロボットとチーム無敵時間の一番右下ね、これ第8試合、これもなかなか面白そうな組み合わせですね、まあチーム無敵時間さんはちょこちょこ深谷ロボットで練習してるっていうツイートがあったん で勝ったチームがバーチャファイタースト2部、超バーチャファイター、はい、あ、ごめんなさい、ちょっと打ち合わせ、カメラ屋さん来てもらっていいですか、カメラ屋さんで、そことやるってことね、バーチャプレイヤーもね、ゲームセンター嵐さんとかね、津田沼にたまに来たりとかして、まあ、ゴリラさんは昔からやってるし、大黒茶さんもシロ君のあれかバーチャ勢なんでね、やってるらしくて、そこそこ動かせるっていうのを聞いてますね、そこら辺もちょっと注目していきたいと思います、ここら辺、ここの、まあ、本命はやっぱキー一色なのかな、まあうちのチームも割と強いんで頑張ってね、決勝まで行きたいと思ってます。じゃあ次 C、 最近やってないですね、ちょっと仕事がね忙しすぎてね、月に1回中野に行けるかな行けないかなっていう感じですね、なんだろう、しかも行けるのは11時過ぎとかなんで、まあ正直やってるかやってないかって言われるとやってないですね、まあでもあの心は現役なんでね。で C ブロックは、 C ブロックは武装戦線がやっぱりド本命かな、オペマイ4代目後藤っていう、これ後藤くん最近久しぶり大会じゃないかな、ね、まあでも4代目は確かあの去年のホックスから負けてないよね、大会負けてない、1回も負けてないよね、負けてない、かけるも負けてないでしょ、負けてない、やばいっしょあいつ、 KKY さんにあのー、負けて以来
負けて以来負けてないんじゃないですか。去年のエストの決勝の KKY に負けて以来負けてない。負けてない。あ、俺？あ、だってフォックスで来た。おごられくん来たみたいです。ちょ、アピールすぎだろ。あ、おごられくん来た。マイク入りますよ、おごられくんの。あ、入ってるね。入ってるね。ハイタニ、ハイタニさんいますよ。ハイタニさん。誰？ハイタニ。マキさん＆バースターさんから、あ、はい、ジャイダルさんに生ビール入っております。あ、ありがとうございます。まあ散々。ありがとうございます。コメントを俺読んだ方がいいな。お待たせしました。カッコ笑い。いつもジャイリさん運営ありがとうございます。今度また飲みに、いや行きたいですね。あ、生ビール。ありがとうございます。頑張ります。さ、大会マキさんたまには参加してねっていう感じで。それからアンドレさんの方からセロテープさんに、ジャイダルさん1杯でしたが生ビール10杯入っております。アンドレさん毎年ありがとうございます。この場にいただきます。え、10って俺セロテープの10分の1の名声しかないの。ありがとうございます。うまそうに飲みやがったなこいつ。絶対にやります今年は。うまそうに飲んだな今。しかも俺結構さ、うん、あのアピールしといて一杯なんとかゲットできたけど、しかも身内からなんとか。お情け直後に10杯ってのやばくない。おまだ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 お情け。あビール、ヌルポガさん、ハクさん、ヌルポガさん、ハクさん、おごられくん入っております。ヌルポガくんにハクくんかな。ヌルポガさん、ハクさん、これ近場にいるプレイヤーさん声かけてあげてね、呼ばれてるよみたいな感じ。ヤングプレイヤーね。ヌルポガくんは来てるけど、ザキセンさんから遠征の際いつもよくしていただいてありがとうございます、またそのうち行きますんで対戦お願いしますとのことです。さあザキセンさんからヌルポガくんとハクくん、イスケンとキャミ。ハクくんどこにいんだ。ハクいないのか。まだ来てない。え、さっき来たよね、さっき来たよね。ハクくん、ハクくんどこにいるんだ。ハクくん、これやっぱ試合負けてからの方が良かったな、アルコールな。今さらもう酔っ払ってんだけど気持ちいいんだけど。ああ、じゃあ今来た。これ変なこと言いそうなんだよね。 いつも通りだ大丈夫。ザキセン本当に、うん、大丈夫。ザキセンさん18禁的なこと言いそうだよね。放送コード引っかかるよそれは。まずい。あ、お疲れ様です。なんか結構ザキセンさん、あの若手でいつも遊びに来てくれるんで、あのまた来てください。いつも本当に楽しくやらせていただいてます。頑張りたいと思います。また仙台にも遊び行くんで、その時はどうぞよろしくお願いします。はい、はい、若者、ね、20代。はい、じゃあとりあえず以上です。はい、じゃあ C に戻しますか。 C に。ああ、うん、そうね。はい、そう、4代目はね、負けてないですよ。だってその後のエキシビション的な感じで、なんですか、去年のフォックスが、ね、いる。いりますよ。天敵がおるよ、右上に。右上に緑虫、ね、緑はのね、そう、緑虫はね、その前プチ盛りに食べられちゃいそうなんですよ。え、それ、え、マジで。だってこれどうすんの。いや、剣で時間ないじゃん。いや、あら、いけいけ、全然いける。いやいや、ちょっと待ってて。あなた、だってぶっちゃけ今現存するダルシム使いで100先やって負ける可能性があるやつって一人しかいないでしょ。博士だけ。うん、うん、そうだね。ほら、博士じゃないからこれ。鈴鹿だから。博士じゃなくて鈴鹿だから。違う、100先やってってさ、100先って逆、その回数多くなれば多くなるほど剣不利だろ。なんで俺勝ってんの。会話のスタートがおかしかったっていう話でしょ。っていう話でしょ、うん、まあでも多分実際勝ちそうだから。あとだからここ注目は、はい、あの03勢。そうですね、ね、出てくれたの。あれ、進行は順調な感じですか。進行まだしてないですからね。まだまだ始まってない。1時半からなんで。あと俺が相当注目してるのはやっぱここっすよ。灰谷くんですね。灰谷ですよ。灰谷くんです ね、ここはね。あ、じゃあ来てる、じゃあ来てる。終わり来ました。じゃあ、まあ、C はこれで終わりで次 D 行こうか。そうですね、もう巻きでいかないとね。そう、確かに、はい、最後までいけないのはね、はい、ビビなのはね。おごられくん入っております。さあ、お情けビールのジャイアン、何か入るのかな。いやー、どうなんだろうね、これ逆に入らない方が美味しくね。確かに。まだは早いからね。に入っても、まず、小右衛門さん、小右衛門さんいらっしゃいますか。小右衛門さん結構ね、なんかね、人気あんだよ。小右衛門さん、空子さんから入ってますよ。空子さん、試合、ステゲ彼女。じゃもう一つ、コニタンさんから、篠本田さん、A4 さん、小右衛門さん、ジャイダルさん、楠本さん、
二回転さん、手さん、M ツンさん、沼さん、もみじやさん。大丈夫？お金？これ怖いな。石油王また来たんだけど。何が来たの？何が、はい、何が入ってんの？コニタンさんからです。あ、コニタン。あ、ダルシム。あ、彼女におごらせる声も。篠本田さんから、コニタンさんからです。彼女におごらせる。コニタンありがとう、いただきまーす。ありがとうございます。フェロンフェロン。フェロンフェロン。あ、エフォーさん、エフォーさん。コニタマと間違えた。コニタマさんは大丈夫。コニタマさんと間違えた。エフォーさん。バーチャスト2部のメンツがおごられくんにないとか言ってる。影助とか、影助とか名前ないの？影助とアキラ。ビールありがとうございます。ただ運転があるんでちょっと飲めないんですけど。あ、じゃあセロテープにあげればいい。セロテープに。じゃあセロテープにバーターさんに。じゃあ代わりにウーロンちゃん。コニタさんありがとう。コニタさんありがとう。どうもありがとうございます。1時半大会開始なんで、小江門さんの GI 中、あ、小江門さん、はい、小江門さん、コニタンさんからビールと、ソラコさんからレッドブルが。ソラコさんありがとう。コニタンさん、フェイロン分かんないことだったら何でも引いてください。自分もビール飲めないんで、素晴らしいくじを引いてくれたセロ様にあげようと思います。本当だよ。ありがとうございます。B ブロック、ありがとうございます。乾杯です。飲めよ。恨みのビールが。バーチャファイタースト2部が、おごられくんのリストに載ってないらしいんで、更新お願いしたいですね、スタッフの方に。伝わってるかな？大黒茶、ゲームセンター、嵐とゴリラ、影助の3人がリストにないそうです。一番アピってたはずなのに名前がないみたいな。これ、コマケビンさんが、だから言えば名前追加してもらいますって。上の人かな。コニさん、ビールありがとう。いただきます。俺も名前呼ばれた気がする。ジャイジャルさんとマッツンさんも来ちゃってください。呼ばれた気がするけど。これ ビール、ビール、ビール、はい、お酒、一緒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 って言われてるけど、これで終わりですね。じゃあ、乾杯。いや、もう勝てる気しないんだけど。いやね、ごめんね、さっきのウーロン茶みたいにさ、一気で行こうかなと思ったんだけど、とさ、よくよく考えたら試合の前なんだよな。さすがに一気はないな。ということで、コニタンありがとう。なんかあれば、全然、フェイロンのことは俺よくわかんないけど、教えられる範囲内で教えられるので、よろしく、いつでも連絡ください。ありがとうございます。ゼロスリーゼー。コメント読んでませんでした。お疲れさ、コニタンさん、お疲れ様です。職場より応援してます。言われるまでもありませんでしょうけど、楽しんでくださいね、とのことです。じゃあ、とりあえず、くすもんどさん。あ、コニタンさんありがとうございます。まあ、同じ業界で働く者として、この間いろいろお話しさせてもらいました。今日は頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。いただきます。テさん、沼さん、もみじ屋さんいますか？テさん、沼さん、もみじ屋さん。じゃあ、もみじ屋さん、コニタンさんからです。はい、もみじ屋です。ありがとうございます。アニコレのチームなので、いつもお世話になっております。頑張ります。ありがとうございます。じゃあ、テさん、コニタンさんから。あ、コニタンありがとう。はい、サードも X も頑張ってください。ありがとうございます。あ、ごめんなさいね。なんかね、結構名前漏れてるらしい。受け取らない設定とかできるんだけど、でも沼さんは来てないですかね。沼さんいらしてないですか。いや、影助は飲みたがってるはずだから、名前ないのかしら。あ、影助いいんじゃん。じゃあ続いてですね、今度はガマチチさんからコーラがウルトラマリオさんとベンダさんに。ウルトラマリオさん、ベンダさん、ウルトラマリオさん、ベンダさんいらっしゃいますか。はい、今度は、ガマチチさんからコーラが入っております。アニコレ勢の皆様、頑張ってくだされとのことです。じゃあ、ベンダさん。ガマチさん、ありがとうございます。いつもメガセン練習させてもらってます。なんか引っ越して忙しいみたいですけど、また時間があったら対戦してください。ありがとうございます。ウルマリさん、あ、いらっしゃいました。ウルマリさんにつなぎます。いや、人数増えてあれだね、空調厳しくなってきたね。どなたか。あ、ガマチチさん、ありがとうございます。また対戦しましょう。よろしくお願いします。失礼します。
それからまだまだありまして、もろ手狩りさんからレッドブル、鉄平さん、滋賀県さん、フォンダさん、鉄平さん、滋賀県さん、フォンダさん、あ、これうちのブロックでもしかしたら当たっちゃうところですね。鉄平さん、滋賀県さん、フォンダさん、いらっしゃいますか。あ、ここ、ここ使います、ここ使います、すいません、ソーリー、ソーリー。おごられくん、もろ手狩りさんから頑張ってください、頼みましたとのことです。じゃあ、鉄平さん。はい、ありがとう。あ、モロちゃん、ありがとう、頑張ります、大喜利頑張って。モロちゃん、ありがとう。モロテガリ君、大喜利いただきます、ありがとう。それからもう3つレッドブルが来てまして、信夫さんから紫ベガさんに3個。紫ベガさん、いらっしゃいますか。タコでタコ、じゃあ後ほどということで。終わったかな。ごめん、もう1個。仮面人さん、いらっしゃいますか。仮面人、バルログ使いの仮面人さん、いらっしゃいますか。仮面人さん、おごられくんがですね、ガマチさんからコーラ、仮面人無双を楽しみにしていますとのことです。小高さん、小高さん、あ、どうもありがとうございます。あの、ガマチさん、また一緒にチーム組める日を楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。はい、それからレッドブルウォッカ、レノ MD さんから、レノ MD さんから、トモザさん、西尾さん、ミルキーさん、ユーベガさん、紫さん、トモザさん、西尾さん、ミルキーさん、ユーベガさん、これベガ使いの方々ですね。すべてのベガプレイヤーに幸運をとのことで、トモザさん、西尾さん、ミルキーさん、ユーベガさん、紫さん、いらっしゃいますか。ミルキーさん、レノ MD さんからですね、レッドブルウォッカなんで多分入ってますね。どうしようかな、今飲めない、試合前飲まないんだ。いや、めっちゃ来てるね、おられくんね。あと、あと3分だけど。ありがとうございます。え、なんて人、あと3分だけど大丈夫。レノ MD さん終わる。 ありがとうございます。まあ、後でです、後で。はい、他のベガ、あ、紫さん、紫さん、紫さん、レノ MD さんという方から全てのベガ使いのプレイヤー、ベガプレイヤーに幸運をということで、レッドブルウォッカー。あ、センキュー、リノ、頑張るよ。ありがとう。リノさん、ありがとうございます。ありがたく、頂戴いたします。ありがとうございました。大会、最近ちょっと勝率が悪いので、優勝目指して頑張ります。ありがとうございます。いただきます。あ、いただきます。ハゲです。それからまたレッドブルが、コニタンさんから KKY さん、フロンターボさん、中村さん、永田正月さん、ベンダさん、KKY さん、フロンターボさん、中村さん、永田正月さん、ベンダさん、職場より応援してます、皆さん楽しんでください。レッドブル入っております。じゃあ永田正月さん、誰から。コニタン、コニタン、コニタン。あ、コニタンさん、ありがとうございます本当に。え、これレッドブルってことはアルコールダメにしたの。そう、アルコールダメにした俺は。あー、なるほどね。だって俺今日車で来たんだもん。あ、車、そうか、 A4 も言っとかないとな。ありがとうございます。
お仕事頑張ってくださいっていうか今仕事中がやばいな。そうだよね。じゃあ他は本田使いばっかだね。 KKY 以外ターボさん、あ、いるよね、ターボさん。あの、コニタンさんからレッドブル入ってますんで。すいません、フロンターボです。いただきます。頑張ります。中村さん、フロンターボさん、KKY さんいらっしゃいますか。あと、あとあとは中村さん、KKY さん、ベンダさんか、ベンダさん、あ、中村さん、コニタンさんからレッドブル。あ、コニタンさん、ありがとうございます。美味しくいただかせていただきます。大会も頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。 KKY さん、はい、あ、コニタンさん、どうもありがとうございます。今度はサードイベント頑張って参加したいと思うんで、またよろしくお願いします。ありがとうございます。フロンターボさんいらっしゃらないですかね。あ、ベンダさんか、すいません、ベンダさん、はい、小板さん、どうもありがとうございます。ベンダです。あの、いつもフェイロンズやらせてもらってます。最近火力が上がっていてびっくりしてました。また対戦してください。よろしくお願いします。 めっちゃ溜まってんだけど、ゴラリ君。あと 10人ぐらい溜まってる。まだまだあります。試合、あ、1時半だし、松さん1時半だけどやる試合。先ほど呼びした紫ベガさん、さらにレッドブルが3個来てます。ですね、信夫さんからテキサスではありがとうございました。とても勉強になりました。大会頑張ってください。チームの皆さんで召し上がってくださいとのことです。おごられ君優先だな。おごられ君がとりあえず一通り。信夫さん、あ、テキサスで、あの、お世話になりました。また何かあればよろしくお願いします。おい、ありがとうございます。紫だけかよ。ちょっとね、1時半過ぎたんですけど、おごられ君超溜まってんで、おごられ君先に優先消化しちゃおう。10分ぐらいかかっちゃうと思うんですけど、ちょっとご了承していただければと思います。あれ、俺世話してないのかな。これなんかすごいのが、うん、俺思ったのが、プロゲーマー来てるのにプロゲーマーにまだ入ってないんだよね。え、アラバマさんいらっしゃいますか。すごいよね、アラバマさん。 FTW さんからば、から、コーラが入っております。アラバマさん、アラバマさんいる、アラバマさん、アラバマ君、北の企画。それから、コエモンさん、M ツンさんに、エスドラさんから、お、ゆうちゃん。それからヨミさんに、ヨミさんからか、ヨミさんからマオバルさんに。マオバル、ヨミさん会場にいますよね。誰バル、誰バル、マオバルさん、マオバル、マオかい、マオ、マオ、マオいる、マオ、マオニャン、まあ、よかったな。マオニャンとコエモン、マオニャン、コエモン、あと俺。これ相当あれだよ、得が高いからだよ。最強キャラ使っててももらえるってのはね、得が高い。コエモンさんいますか。コエモンさん、コエモン、コエモン、ね、いいな。ちょっとさ、あの、ごめん、ヨミさん、ヨミさんからマオバルさんに焼肉をおごってくださいとのことで、ウーロン茶が、あの、なんだっけ、 KKY 永田さん、あの、一旦さ、スタートするからのじ合い、そっちも一旦止めさせて集中させたいんだよね。プラスその、なんだっけ、あれ、まあ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 、おごられくんも消化したいから一旦のじ合いやめさせてもらって。焼肉をおごってくださいって、お前10日交換、これ10日交換ですよ、10日交換、10日ですよ、10日ね、これ。わかった、優勝したらおごったるわ、じゃあ代わりに。はい、優勝したら、はいはい、マオさんが優勝したら全員に焼肉、焼肉、全員に焼肉、イエーイ。負けちゃうよ俺。はい、じゃあ M ツン、コエモン、M ツン、コエモン、S ドラさんからですね。 M ツンさん、進行頑張ってくださいな。コエモンさん、フェイロン頑張れ。あとセロテープさん大好き。はい、それ書いてないでしょ。セロテープさん大好き書いてないでしょ。あいつ持ったよ。これなんだ、嘘つき、嘘つき、嘘つき、カシスオレンジ。これゆうちゃん好きなやつじゃん。俺ら別にカシスオレンジ好きじゃないぞ。いただきます。あとセロテープ、セロテープ話持ったんで怒っといてください。エストラさん、ありがとうございます。
今日来てない吉和くんのためにも頑張ります。アリコレ強いだよな、あいつ毎週アリコレ強いだよな、結構強かったアリコレ使って大会。はい、あと、ヨミさん、ヨミさんいらっしゃいますか。ラグニア強いわ、ヨミさん。それから、パレスチナさん、中野さん、ジャイさん、KKY さん、カワシムさん、テさん、モミジヤさん。え、パレスチナさん来てんの？来てないよね。パレスチナ、いや、パレスチナさん書いてありませんでも、あ、違う、パレスチナに負けた安藤さんです。おい、ちゃんとして。パレスチナに負けた安藤さん、中野さん、ジャイさん、KKY さん、カワシムさん、テさん、モミジヤさん。これ他あと何枚溜まってる？ちょっと溜まってるのさ、今セロテープが一枚一枚言ってるけど、他の溜まってるやつ順で何人か手伝ったら人数集めておいて、その怒られくんのやつ。ある分はよ、ある分は読んだんで、じゃ中野さん、はい、あ、唐揚げさん、唐揚げちょっと運営チーム、あの怒られくんの教授さんからヨガファイヤーとのことでダルシムに7人ほど。あ、ダルシムチ使いね、はい、ありがとう、サンキュー、コミケ楽しんでくれ。いや、わかんない。ありがとうございます。なんとかヨガのパワーを見せつけたいと思います。頑張ります。いや、腹減ってたんでマジ嬉しいな。田坂さん、田坂さんがなんか探されてますよ。高田坂さん、はい、手さん、川島さん、もみじやさん、安藤さん、ありがとうございます。もういただいてきます。いいな、俺も食べ物食べなかった。ありがとうございます。いただきます。あ、教授、どうも、ダルシム勢として頑張ります。怖い。小林くんカメラがちょくちょくやるとね、画面コロ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 切り替えていくからね、ちょっとしょうがないっちゃしょうがないね。確かにね、小林くん、教授さん、ありがとうございます。カメラ、あれだね、途切れるね。頑張りたいと思います。めっちゃ暗いっす。はい、あと安藤さんっていらっしゃいますか。安藤さん、安藤さんいらっしゃれば。辛すぎなんだよ。なんか唐揚げがすごい。あと紫ベガさん、たびたびすいません、紫ベガさん。テロだ、テロ、あのやろ。これあれだわ。紫ベガスさんは、ヨミさんから唐揚げが入っております。ですね、コメントが負けたらアポクリン感染だからねと。やってくれたな。あの、また面白いコメント待ってるんで楽しみにしてます。あ、キチヨミありがとう。いや、これ唐揚げマジ辛いんだけど、やばいんだけど。もう教授あったらもう殴るわ、本当にやばいんだけど、切れそうなんだけど。アラバマさんいらっしゃいますか。アラバマさん、アラバマさんいらっしゃいますか。アラバマバイソンいる？北海道から来た。あと沼さんいますか。なんか来た。次からおごってくれる方はソフトドリンクだとありがたいです。ソフトドリンクだと。沼さん、アラバマさん、沼さん、アラバマさん、辛い。食ってみ、唐揚げ、うん、全部食えねえよこれ。沼さん、アラバマ、あ、沼さん来ました。いや、後から来る、後から来るよね。いや、これ配信外の戦いがやばい。大会よりかはどれだ、沼さん、どれだ。あ、コニタンさんからビールをいただいております。コニタンさん、ちょっとわからない、とりあえずコメント、お疲れ様です、職場より応援しております、言われるまでもありませんでしょうけどね、楽しんでくださいとのことで、コニタンさんから沼さんに生ビール。ちょっと面識ない感じですかね。いや、コニタンさんマジで石油王でしょ。すいません、コニタンさんありがとうございます。すいません、初めてましてだと思うんですけれども、いただいた分頑張りたいと思いますので、ありがとうございました。辛いんだけど、ほんとやばいんだけど、痛い、後から来る。いや、これ教授やばいよ、これ敵作ったよこれ。バージョンさん、ゼロスリープレイヤーのバージョンさんいらっしゃいますか。あ、バージョンさんいます。バージョンさん、バージョンさんお願いします。世界チャンピオン、マキさん&バースターさんから。あと何個、
こっち、こっち、マイクこっち、あの、はい、ですね、マキさん、バースターさんから、バー君、猪狩さん、シル、向井さん、ガベさん、マスミさんへ応援してるよ、頑張って。 Z イズムの色ということでメロンソーダみんなで飲んでねとのことでピッチャーでメロンソーダが入っております。あ、マキさんありがとうございます、今日はマキさんとバースターさんちょっと来れない分までゼロスリー代表として頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。来てない、トーナメント表ツイッター、トーナメント表ツイッターだよね。トーナメント表はツイッターかな、ツイッターの貼ったね、貼った、追加来た。いやこれさ、始めよう、始めよう、始めよう、始めないと終わんない。したらとりあえずあれかな、鼻かんでくる、鼻かんでくる、うん、1回戦、じゃあ0回戦だね、の方はもう 1P も 2P も決まっていて、なおかつ間に先方も多分決まってる流れだね。したらじゃあ XS と2019始めるぞ、大丈夫かみんな。じゃあその前に小高選手先生、マイク、マイク、あのワイヤレスマイク、小高さんにマイクを渡してあげてくださいな。会場用じゃないやつ、マイクどこにあるかな。ワイヤレスのマイクってどっかなかったっけ。会場マイク、会場じゃなくて配信、あの配信に乗るやつがいいんだよ。じゃあこれでいいか、これおごられくんのって伸びるコード。あ、じゃあ小高さんこっち来てください。ほしたらしょうがないから、本来ねその真ん中でやってほしかったんですけど、うん、ね、あ、小高さんじゃあこっち、ここに来て僕の隣で、しょうがないです。はい、ごめんなさいね小高さんの今回ね、